次のコーナーではキャッチングと審判の視野について見てみよう。審判がストライクを判定するとき基準にするものは審判によってまちまちだという。ところがキャンプオープン戦の経験では新ストライクはキャッチャーの捕球の仕方によってジャッジに差が出ると言われている。さらにバウンダーの捕球、盗塁対策とキャッチャーの仕事は増えるばかりである。今までだったら楽に構えてればよかったんだけど、こういうような構えでよかったと思います。ただこれからストライクゾーンが低くなりますので、審判の人に低めをよく、確かめてもらわなきゃいけないので、今の構えよりもちょっと低くゆったり構えなきゃいけないので、今までよりちょっと足を、広げてお尻をやや落とす感じでゆったりして、目標ピッチャーに見せる。取るのもできるだけミットが出ないように、審判の人がミットの位置がはっきり確かめられるぐらいのところで取ったらいいと思います。でランナーが出ても今まで通り、去年までだったら普通に構えて、こんなような感じで行ってたんだけど、これからやっぱり少し低めにも、対応していかなきゃいけないんで、まあ、構え自体はさっき言いました低く構えるのでいいんですけども、やっぱり自分の軸足をしっかり決めといて、それで低くこのまま構え、こうに出ていけるようになって、そうすれば低めに構えてても、低く自分の体勢が構えてても、スローイングにはそんなに影響がないと。すると今までの放り方っていうのは、構えてても取ってこういうふうに行く人が多かったんだけど、これからは低くなればそれがなかなか自分の構えが低いんでできにくいから、こっから一緒に持っていくように、右手とミットを一緒に持っていくように放るように心がければ、低く構えたからといってセカンドにいいボールが放れないってことは、これはありえないことなんです。こういうような厳しい球はやっぱり、ボールなりにミットが流れてしまうとちょっと外に出て取る位置が低くなってしまうので、できるだけこれもやっぱり自分がサインを出してくるボールが予測できますので、カーブでもやはりできたら前で取ってあげる。ここで低く見えるよりもここで取った方が審判の人に印象がすごくいいわけですね。だからできるだけカーブでも際どいとこは前で取れる、そういうふうにしたらいいと思います。そうすると今までよりもストライクゾーンが低くなった、それを十分にピッチャーの人のいい球が行かせられるということで、それがキャッチャーの仕事の一つでもあると思うんでね。僕らにしてみればね、すごくボール1個分下がったようなあれですけどね、うん、3つも下がったような感じするわけです、ね、うん、だから今まで以上にね踏み込んで、うん、まあ普通こうレベルを振りますけど、やっぱり今度前と違って今度はアッパースイングになると思うんですよね、うん、でインドだったらおそらく今までとこの辺の感じになるのかな。今までのストライクだとこのぐらいでしょ、ね、いっぱいだったらね、はい、これだったら普通にこうやってレベルに振れるんですよね、うんうん、やっぱり下がるとやっぱりどうしてもアッパースイングにならないとやっぱり届かないですね、うん、でただその時にこの早く手首を返すとゴロになりやすいですね、うん、だから今度打つ時は低めの球を打つ時はやっぱり当たったらその手首を返さないでそのまま打つという感じですね、うん、まあ、長打にはなりにくいと思いますけどね。我々は野球中継を見ながら審判のジャッジにケチをつけることができる。それはバックスクリーンの横に配置した望遠カメラ、センターカメラのおかげである。しかし残念ながら審判たちはこの画像を見ることができない。審判は一体どんな視野から球筋を睨んでいるのであろうか。審判が使うプロテクターには2種類あります。昔から使われているのがこのプロテクターで、
自分の体の中心をホームベースの突端に合わせます。そして両足を広げて腰を落とし、目線は打者の一番高めのゾーンに合わせます。このように内側につけるのがインサイドプロテクターです。これをつけますとやはりアウトサイドと違いまして、体がこれをつけているといっても非常に危険です。キャッチャーの陰に自分の体を置きますと同時に体の中心線はここに自分の中心線を持ってきます。そして左バッターの時にはこちらへ中心線を持ってくる。この分だけ体が若干移動いたします。いずれのプロテクターを使うにせよ、時速百数十キロで飛んでくるボールをこんな窮屈なところから見極めなければならない審判とは実に大変な商売である。